まだ。さあ、ライディングです。入りました。はい、こんばんは。こんばんは。拍手。はい、イエーイ、拍手。いよいよ何年ぶりかな、これ。あのワクワクサイエンクラブ。ワクワクサイエンクラブね、うん、タイトルがあんまりパッとしないもんでね、いろいろ番組名を変えてみたり変えてみたり、はい、いろいろしましたけど、やっぱワクワクサイエンクラブの方がいいのかな。ワクワクサイエンクラブの方がいいんですかね。あ、うん、インパクトがインパクトがあってね、ちょっと音が出てるのかな、確認しないといけないんですけどね。ちょっと待って、 BGM がうるさいね。BGM 聞いてきます。はい、いろはにほへと喋って、いろはにほへと。さあ、食欲の秋だね。うん、さあ、これ今年は何を食べるか、何がいいんだろう。青木さん、何食べます？食欲の秋、さつま。さ、オープニングコールからいきましょうか。はい、文ちゃんと五郎ちゃんの健康ドカーン。健康ドカーン、違う違う違う、健康ドカーン。スーパーワクワククラ ブ, クラブ。今日からね、タイトルが変わりまして、はい、毎週水曜日のこの時間で、はい、スーパーワクワクランドという番組がね、ま す, すごいです。ワクワクランド、ワクワク、あ、間違えちゃった。ワクワククラブね、はい、本当今ね、一番人気のね番組がね、うん、クイズ当たって砕けろっていう番組がね、一番人気だったんですよ。あ、その前座番組ということでね、文、うん、ちゃんの番組がなんと抜擢されました。あ、前座として。前座でね、よかったね、文ちゃん。よかったね、はい、ありがとう。出世した、出世した。文ちゃんもたまには出世するんですね。ねえ、ねえ、よかった。面白いね。いや、面白いね。文ちゃんが出世すると、うん、はい、メガネがなんかハート型のメガネになってこれかぶりもんがなんか知らないけど、こうなんかペアでこうね、素晴らしいね。尻尾がピンピンピンと。使い方が違うんですね、その帽子は。帽子はね、カッコつけるとこういう帽子になってね、うん、ズキみたいに。そう、ズキみたいに。人参ズキンちゃんみたいに。そう、これ何ですか、人参ですか。マンダム、マンダム。マンダム。キャロット、キャロット。キャロットかぶりもんって言ってね、うん、これワクワクサイエンクラブのまあ武器みたいなもんですね。そうです。うん。もう。その人参がひげのじいさんみたいな感じで。いい？たまにこの辺こう触ってね。そうするとだんだんこう硬くなってきちゃったりしてね。硬くなってピンしてる。触らせてねっつって。触りたい人、うん、いつでも待ってます。スーパーワクワククラブ。ランド。ね。元気なくなったらこれでいきますか。いきましょう。ワクワクにしむ。ワクワクドンドン、はい、これドンじゃないのか。ドンでいきますね、うんうん、この番組はじゃあ何をやる番組なんですか。食欲の秋だからね、 食欲の秋だからね、うん、じゃあうまいものを食べる方法ですかね。そうです、はい、今日なんかうまいものを食べさせてくれるんですか。ないです。ない即答ですね。即答です。人参取れてないですか。今人参取れてないです。あ、季節が違う。人参がね、うん、へそ曲げてね、へそ曲げて出始めたのが下に潜っちゃった。あ、潜っちゃった。潜っちゃった。ああ。だからすんごい期待していた人がいたんだけど。うん、ずっと期待してもう早2、3年経ちますけどね。ね。うん。どうなっちゃったんですか。どうなったの。スーパーで買ってくればいいんですか。ああ。そうだね。投げればしょうがないもんね。うん、しょうがないね。うん。味我慢して、まあ。スーパーでワクワクするクラブってことです。うん、スーパーで買ってこいというか、そういうことだったんですね。ですね、うん、スーパーね。いや、これからね、うん、ちょっと真剣にやるから。真剣にやります。真剣に。どこのスーパーいつも利用してるんですか。うちですか、うん、ここは私鉄ストア。あ、結構リッチなところで買いますね。でしょでしょでしょね。 ねえ、
リッチですよね。そうです、あそこね、うん、沼津大菓子寿司の寿司なんか売れ残った試しにはもう奪い合いじゃないですか、あそこ大菓子寿司って有名でしょ、うん、有名、ね、あのね、うん、売れ残った大菓子寿司をいち早く毎日夕食にしたい人があの近くに引っ越したっていうのをこの間ゲストさんでいましたね。あ、そうなの。あ、なかなかいい考えしてるなと思って。大菓子寿司のためにあの引っ越しした。そう、ね、新設ストアの近くに。すごいね、うん、ね、バスで引っ越したの。いや、そうですね、だからあそこでね、あ、並んでるんだよ。並んでるの、売れ残りをね、今か今かと、今か今かと待ちながらって感じね、うん、そこで文ちゃんは定価で買うわけでしょ、うん、はい、そうです。すごいね、セレブだね。セレブです、セレブ、うん、あそこ駐車場に屋根までついてるじゃん。ついてる、ね、うん、セレブだね。セレブです、うん、セレブだね。セレブって何か知ってんの。知らない教えて。セレブはね、うん、金に糸目をつけないでいいものだけを買うの。買う、うん、じゃあちょっとあの見えっぱりだね、うん、セレブでしょ。セレブです。例えば文ちゃん、あの、はい、マヨネーズはどういうマヨネーズ買います。いやね、うん、あの車で、うん、あのうちの母さんを新設ストアまで連れて行って、うん、車の中でじーっと待ってる。あ、待ってる。待ってる。あ、じゃあ分かんないね。分かんない。何食っても同じじゃん。うちはあれですよ、マヨネーズね、うん、一番高いの買いますか。キューピーかな。あ、キューピーかな。メーカー、メーカー知らない俺。マヨネーズって言うとキューピー、昔からキューピー。そうですか。キューピー、うん、キューピー、マヨネーズ。やめてください、キューピーのマヨネーズっていうの。なんか、ね、庶民の味のような気がしちゃう。セレブでしょ。もうセレブなんだから、セレブになって。はい、セレブです、うん、今からセレブです、うん、セレブだからキューピー使いま、あ、いつもスーパーで何買ってるんですか。刺身刺身、何の刺身。魚好きなんだよね、うん、わかった。あの刺身の、刺身はね、うちの母さん基本ね、スーパーで買わない方がいいんじゃないかなって俺はもう思うよ。今日いいもん買ってきたよって言うの。いいもん買ってきた、うん、それぶつ切り。刺身セレブだからぶつ切り。ああ、セレブはぶつ切りする。ぶつ切り、ぶつ切り。ほんでそれで食べる違う、寿司飯して食べるとかさ。ああ、じゃない、寿司つけ、寿司じゃなくてあの醤油つけるの。醤油つけます。どこの醤油。やっぱりこだわりがあるでしょ、セレブだから。こだわりはキッコーマンやめてキッコーマン。セレビはね、庶民の味は使わない。使わない、うん、やめて。はあ、あるの、セレビ用の。あ、あるある。あるあの醤油いっぱいこうメーカーあるじゃん。ある。一番隅っこの方でね、うん、輝いてる醤油があるだよ。あ、隅っこにあるのがセレブなんだ。ほんとね、値段、値段、うん、基本値段で選んでいいからね。キッコーマンとかそういうお安い、うん、お安いね、うん、手頃な醤油あるでしょ。あります。あの醤油の大体2倍以上するのが大体セレブが買う醤油だと思ってください。あ、うん、うちはそれです。セレブ、うん、セレブ。もともとセレブ。もともとセレブですね。すごいね、もともとセレブだ。基本ね、あんまりね食べ物には執着しないんだけど、うん、だからちょっとしか食べないんですよ、うん、みんな満腹になるまで食べるじゃないですか。よくあるじゃない、満腹食堂ってのがセレブなの入るの。あ、違う、セレブは満腹じゃない。もう常に腹を空かした状態で行くの、生きるのがセレブ。あ、じゃあ条件は、うん、いつも美味しいものをチーッと食べるっていうところですね。そのチーッとってどのくらい。チーッとっていうのは、例えば僕日本酒が好きなんだけど、はい、日本酒が美味しいって感じるぐらいのチーッと。チーッと、難しいこと言うじゃない、うん、セレブはやっぱそう、難しいこと言うんだ。庶民はさ、うん、とにかくお腹いっぱいになると満足するじゃないですか。します、うん、セレブは満足しないんで常に。だからチーッと食べてチビチビ美味しい日本酒をたしなむ。ほんでちょっと腹空いてる頃、腹6分目あたりでやめる。6分目で、そうそうそう、6分目で、6分目、うん、食べちゃダメ、食べると病気になるから、ね、いいものをちょっとだけ食べるっていう、そういうね人生の楽しみ。ちなんか、うん、ちょっとだけっていうのは微妙だね。微妙、うん
じゃあいっぱい食べちゃう。いっぱい食べダメ。セレブはいっぱい食べちゃダメ。ダメなんだ、うん、何食べる、ほいちゃん今晩何食べたい。電話してみないと分かんないよセレブは何よ、奥さん任せなの。そう、あ、うん、あ、うちもそうなんだけど。でしょ、うん、うちが特別じゃないでしょうん、まあね、うんうん、でも基本はね、うん、塩は本当、はい、何種類もあるよ、うちの塩。とんでもなく塩が、岩塩とか、岩塩とかね、そこにもいっぱい塩あるでしょ、うん、あそこ以上にあるんだ、うちの食卓にはいっぱい塩がある。塩が多い、うん、ほんのちょっとした微妙なしょっぱさに敏感なんだよね。ああすごい、セレブだから。やっぱね、うん、セレブだから。セレブでないとどうすんの、ね、セレブでない人はどうすんの。セレブでない人は食わない、うん、食わない、うん、もう絶食してください。そうすると絶食、あのお腹空いて空いて空いて、ああ死んじゃうっていう時に食べるとセレブになる。安いものでうまく感じるから。そうそうセレブになるんだ。そうするとセレブ感を感じることができる。あ、そうなんだ、うん、いや試して。でこれは食べそう、うん、そうすると食費にお金かけないからお金が貯まるじゃんね。貯まる。そしたらね、いい食材をそれで買ってください。貯まったらさ、うん、そしたらセレブになれる。なる、うん、貯まったらね、ワンランク昇格みたいな感じ。違う温泉回り、温泉回りしよう。お金が貯まったら温泉に行く。お金が貯まったら温泉、どこの温泉がいいんですか。黒潮温泉。そこの、そう、うん、どう。いや、いいですよ。でも近場ですよ。セレブだから。セレブは違いますよ。あの水素水入ってください。あ、水素水ね。中村さんって水素水でしょ。水素のお風呂でしょ。たま時々水素かけます。何、体に水素かけるの。違う違う、水素発生器ってのあるんだよ。で水素爆発しちゃうの。そんなの、これがピャーたまってくる、うん、で水素発生器があって、はい、たまに水素発生させるわけだ。そこでそういうこと、はあ、うん、それで体は健康になると。健康になる。ああ、いいね。さすがセレブですね。セレブです、うん、でおい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 で、あの大爆発するじゃん。ギャーンドカーンって健康ドカンね。健康ドカンのことは置いといて、はい、もう新しい番組でスーパーワクワクサイエンクラブだから、はい、あのスーパーに行ってワクワクするような食材を買ってくるという、そういう番組なんでね、はい、いいですか。はい、ね、人参がなかなかどっかの おじいちゃんが人参作ってくんないもんでもうしょうがないもう。悪い ね、スーパー行くしかない。悪いね。誰あの人、そのさ、うん、人参 作ろうとしてる人。人参作る作るって言って作る詐欺する人は、うん、もう本当はそこに置いといて、スーパーで何を買えば健康になるのか教えてほしいんですよ、ワクワクさん。何を買えばいいのか教えてほしいんです、ワクワクさん。ワクワクさん、はい、原農、はい、原農薬の野菜どうぞ。原農薬原農薬ってことは農薬使うっていうこと言っちゃってるじゃんね。言っちゃったよな。ダメだよそれ、うん、農薬使わないって宣言するんじゃない。お店がそれやってくれないと買えねえじゃん。あ、スーパーの話ね。スーパー、今スーパーの話ではないの、うん、いいですよ。じゃあスーパーで原農薬かどうかっていうのを見分ける方法を教えてください。そうはね、うん、この場合は、うん、食べる葉っぱを、うん、食べると、うん、農薬使ってなければピリピリ来ない、うん、ピリピリってどこがピリピリ。あそこの先っぽがピリピリするってことだね。どこどこってどこって電波に乗って公共の放送でそれどこしたら答えなきゃいけないの。だってピリピリするっていうからどこなんかなと。頭かなって、またかな、鼻かな。またに持ってってるのはワクワクさんでしょ。下の先っぽかなとかさ、うん、だからどこの先っぽのこと言ってるんですか。微妙だねそれね。ギャラリーの方教えてください。 何を言ってるんですか。だってワクワクさんが言い出したんだからワクワクさんが答えてください。はい、はい、あ、でも葉っぱを食べて確認するんですか。葉っぱ食べるとね、なんかあの後でちょっとなんかピリピリするなって感じはするけどね、うん、ワクワクさんの畑行ってね食べさせられたんですよ、うん、前。そしたらねとんでもないことになりました。この人ね農業のこと全然知らないもんで
毒がある葉っぱを食わせやがって、ね、呼吸困難に陥りました。私はオリトブトみたいな葉っぱが生えてるんですね。芋系はダメなんですよ、葉っぱ食べちゃう。あ、そうなんか、さつまいもとかじゃがいもこれ知らなかったの。ほんと農業やってるから知ってると思うじゃん。全然人参のことしか知らないってこと。人参のことも知らないかもしれない全然知らないね、この人。ほんと、ええ加減の農家さんだね。もうほんと凝りました、あれ。喉がもうすんげえ、うわっ、もう呼吸困難になったもん、あれ。で、調べたらさ、食べちゃダメって書いてあるの。毒があるって。ひでえよ、ひでえ。ね、ワクワクさん。笑ってる。笑ってるよ。ほんとセレブだな。やっぱセレブはね、そのぐらいの経験しないと。なんですか。嫌です。殺されちゃいます。やめてください。いや殺そうと思ってないから、うん、大丈夫、うん、大丈夫、死なない大丈夫だ、もう二度と行かない行かないですね。もう行かずと殺されちゃうから。もう騙されてね、草むしりして助けてくれって言うけど、もうそれも騙されない。やんないだって。もう行かない。それで人参早く持ってこい持ってこいし、だけどさ、もう作る気ないんだよ多分。しょうがない。もうそういうおじいさんは畑に捨てて、これ何やってたの。袖の下ください、袖の下ください。何何これ。これ袖の下要求してます。何言ってんですか。お金がないから袖の下くださいとかダメか。腹減らない。別に別に腹減ったよ。水飲んでくださいよ。もう腹減ったっていう人はさ、ね、ほんとね、あの飯食いたいって言うじゃないですか、はい、飯食ってねとか、はい、水飲めって言うんだよね。そう思いません。水で膨らむのだってお腹の中に何もなくてお腹が空いたんだったら、水で満たせばお腹減るのよ。水で満たされたから満腹じゃないですか。満足感の満足感はどうかしらないと。慣れれば満足でしょ。慣れればね、うん、水で満たされればそれでいいじゃないですか。ダメなんですか。ダメ。セレブだな。だけどさ、うん、あの水飲めばいいって言うけども、うん、水飲めは十分だよ。水ぶくれになったらどうするの。うん、いいんだよ。なっていいの、うん、いいの。人間一番大事なのは酸素と水がある、生きていけるんだから、うん、ね、うん、でちょっと贅沢する人は塩が必要だから塩舐めればいい。だからこの3つあればね、多分1ヶ月は生きていけるね。だってあの、うん、塩は生成塩じゃダメだって。そうだよ。だから海行って海の水拾ってきて飲めばいいじゃない。あれ拾ってくるの。こぼれちゃうね、うん、拾えないよ。あればペペペって舐めてくればいいじゃん。舐めてくれやね、うん、粗塩だってお相撲さんがこう巻いたとか待って拾ってくればいいじゃん。あ、それいいね、うん、お金がある。 なんかあれお塩巻くよ、うん、巻く。焼津でも今度巡業があるみたいで。あるの。あるの。いつやるの。木曜日って言ったかな、うん、木曜日に。いつもね行くね、足湯のね、うん、あのおばあちゃん、おばあちゃんがいるんだけど、おばあちゃん あのお孫さんが、うん、緑富士。あ、すごい。すごいでしょ、うん。熱海富士は非常にすごいはずなのに全然すごくないんだよ。ああ、うん、招待されてないって言ってた。されてないって、うん、チケットをタダでもらえるのって言ったら、あのくんないって。いやケチくさいな。ケチくさいんじゃなくて嫌われてんじゃない。嫌われてるしょうがない。結構お金貯めてんじゃねえ。うん、貯まってるよね。貯めたものは絶対出さないと、うん、そういう人が貯まるだよ。貯まる、うん、使っちゃう人は貯まんない。貯まんない、ね、うん、使っちゃうとセレブじゃなくなっちゃうんで。なくなっちゃうんだな、うん、気をつけてください。セレブセレブと言うけれど、私は一度もセレブにならない。あっという間に20分経っちゃったけど、はい、このくだらない話をしてたらどうするんです。どうするんですか。これから何を喋る、何を話す、どういう番組にするんですか。希望を述べてください。はい、皆さん夢も希望もありません。え、何、希望は出してくれないじゃん、うん、だからセレブになりたいっていう希望があるんでしょ。なりたいね、セレブにね。じゃあ人参を作ってセレブになりたいわけだ、うん、ということはね、うん、じゃあ人参作らなきゃセレブになれないってことだ、
今準備中です。準備してるね。じゃあ当分慣れないっていうことだ。慣れないね。残念でしたっていうことだ。ということです、うん、じゃあこれで終わりだね。終わりだね、ごめんなさい、うん、じゃあ来週何喋るんですか。来週ですか、はい、検討中です。検討中。あなるほどね、うんうん、これ言葉いいね、日本語って。何しますか。はい、検討中です、うん、これ取っちゃうもんね。今検討してますってね、うん、何もやってないのにね、やる気もないのに検討しますで終わっちゃう。想定外です。想定外です、ね、その想定は何してたの。いや全く想定したこともありませんありませんね、はい、もう本当に何もしないんだからさ。そうだよ、ねうん、何もする気ありませんって言えばいいのにね。ね、言っちゃったら終わりでしょ、うん、やったことになって、うんね、できないことになって、うん、何が悪いんだよっていうことになっちゃってますよね。そうですね、なっちゃって、うん、なっちゃって、それが大体人参が 2,3 年できない原因ですよね、多分ね。もう 2,3 年で、ね、1年だけね、うん、1年もう 2,3 年経つような気がしますよね。そんだけするね、うん、やる気あるんですか。やる気ありますよ。あ、そうですか、うん、てっきりもうやる気ないのかと思ったあったんだ。やる気はやる気満々。うん、しょうねえな、やる気ねえのかなと思って。やる気満々、まあ、ワクワクさせてもらっていいんでしょうか。いいです、いいです。じゃあワクワク、ワクワクしましょう。ワクワクだけしときます。ワクワク。それで今晩の夕飯、夕飯何ですか。聞いてない。聞いてない。うん。しょうがないね。ねえ。うん、で腹減った。いつも何食べて生きてるんですか。うん、空気食べてます。空気は食べないです。吸うもんです。吸ってます。うん、吸ってますね。うん、はい。で、で。ほんで今日は何だろう、何食べさせてくれるのかな。なんかこうコメントが入ってますよ。あ、コメントなんて書いてある。目が見えねえからさ全然読めないです。してるじゃんって書いてある。なんだかしてるじゃんって書いてある。え、文字が小さくて読めないね。なんだかしてるじゃんって。ああ、うん、漢字のところちょっと読んでみて。なんだかしてる。見えない、全然見えない、うん、漢字で書かれてもね、うん、漢字読めないから、うん、難しいよねセレブはね。そう、セレブは漢字は読めない、まあ、しょうがないね、うん、もう本当時間が来ちゃうもんで、なんかやりたいこと、なんか抱負を言ってください。やりたいこと、抱負。ね、このスーパーでワクワクするクラブで何をワクワクしたいのかっていうことを。ね。何をワクワク、急に言われてもね。スーパーワクワク。ワクワク菜園クラブ。クラブ。うん。スーパーワクワク菜園クラブ。これ英語で言ってください。わかりません。スーパーワクワクガーデニングクラブ。同じかどうしたらいいんですか。英語の先生いないですか。いない、いない。今日はいない、いない。明日はいるかもしれないけど。なんか言って。何を。ほらまたコメント入っちゃったね。復活してるじゃん。そう、うん、何が復活したの。ついに復活しました。うん、ワクワク菜園クラブ生放送。その下がひらがなで打ってあげたよ読め誰なんか、はい、あのいいんです、誰でしょう。ほらワクワクさんのファンですよ。復活おめでとうって。ありがとうございます。よかったね。よかったよかった、よかったね。もう忘れられてたのかなと思った、うん、なかなかこううん、画面的にもこう決まってるじゃんほら、はあ、でかっこいいじゃんほら、こうやってね、よし、ほらこう記念撮影してくれる人いないもんで、こうね、こうあそこに一人いるんだけどなかなか撮ってくれない、うん、全然来ないね。ほらちょいちょいちょい、そう大体さ、ほらほらほら記念撮影してくれるから、ちょピース、はい、ほら撮ってくれるピース、はい、はい、チーズ、チーズ、チーズ、はい、はい、はい、ありがとうございます。撮ってくれた、よかったね。よかったね。生きてるうちにね。ところで死ぬ予定あるんですか。死ぬ予定は明日。明日明日っていうのは明日ここでお願いします。死なない明日ここで無理無理無理、ここでお願いします。いや無理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 。なんで、うん、今聞かれたからさ、予定はあるんですかって。そんな簡単にはね死なない。
本当人間は本当死なない、うん、悪いけどね、うん、死なない悪いけど生きてる、うんうん、まあ生きてる ねみんなに忘れられた頃が大体死ぬ頃だから死ぬ頃、うん、そんなもんだよ、はい、人間なんていやもうみんながね覚えてるうちは死なないあそう、うん、あらまあ、うん、残念ながらそんな簡単には死なないし死ねない死なないようになってんのかな、うん、まあなってるね、うんうん、そんな簡単には死なないんだよあね、健康健康って言ってるうちには言ってるうちは死なない残念だけど死にたいのかもしんないけどね死なない毎日死んでもええなと思ってるからうっさなんでソフトクリーム食いてっていうやつが死ねるわけねえじゃねえかよあ食いたいねソフトクリーム食いたくないもん行こう、もうあんな不健康なもの、うん、もう食わない調子悪くなっちゃうからよく不健康それで人を誘ったんだね不健康なものでたまにはいいかなと思ってこれ恨まれてんだもうたまにはご老人にいい思いさせて死なしてあげようかなと思ってあんな不健康なものね老人以外壊しちゃダメへえ、うん、どこで分かったの不健康っていうのうん大体農家やってる人はね、うん、不健康だと思う俺はうん、うん、あの真夏の暑い日に外うろついてる人は、ね、体に悪いんだからさ、うんうん、涼しい部屋でじっとしてる方がいいに決まってんだから健康でいいんだ、うん、俺あの暑い中にね、うん、畑でねうろうろしてた、うん、うろうろして何にもやらないんでしょいや、うん、やらないんだったらあれさあんな暑いのにね、うん、なんでやんなきゃやんないの別にやんなくていいんだよ、うん、セレブは不思議だよもうセレブはそんなことやんなくてセレブはねじっとしてていいんだよ涼しい部屋で涼しい部屋ね知らないのいやいや、うん、予想はつくけど、うん、毎日ね美味しいお酒飲んでね、うん、ぐっすり寝て朝ふと気がついたら起きたっていうそういうあそういうことねそうそうそうあんまりねガツガツ働いちゃダメなのああ分かった昔はさ、うん、よく働くねってすごいな立派だねなんてそれはダメなんだ全然立派じゃないですあ時間になってしまいましたというわけでじゃあ、はい、最後のお別れのポーズいきますよお別れてあのスーパーワクワククラブドカーンドカ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 ンっていうのないとあれだねなんか決まらないね、うん、バーンバーンバンバーン、うん、これでいいねどうもありがとうございました視聴者がねこうちゃんと言ってくれるからね、うんもう励みになります。そうです。ね、じゃあファンクラブ使います。作るか。作って。今から作る？うん、作って。なんとかファンクラブ。なんとか。セレブ。セレブクラブ。ええね、セレブ。